私たちは天に神がくださる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられる住まいを着たいと切望しています。その幕屋を脱いだとしても、私たちは裸の状態でいることはありません。確かにこの幕屋のうちにいる間、私たちは重荷を負ってうめいています。 それはこの幕屋を脱ぎたいからではありません死ぬはずのものが命によって飲み込まれるために天からの住まいを上に来たいからですそうなるのにふさわしく私たちを整えてくださったのは神です神はその保証として御霊をくださいましたですから私たちはいつも心強いのですただし肉体を住まいとしている間は私たちは 主から離れているということも知っています私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいますこの箇所から天の住まいを望んで天の住まいを望んでというタイトルで共に見ていきたいと思います天の住まいを望んで、えー、私たちのこの教会堂は えー、多分もう110年以上ぐらい経つんではないかなと思うんですけれども、えーまあ、かなり、えー、歴史のある建物ですそして私たちの教会がこの場所を買ってここに移転してきたのが1990年の5月、えーまあ、私たち家族はその時にはまだここにはいませんでしたけれども、えー、教会のその時の記念をしたマグカップが 家にあって、そのマグカップで一応確認してみました。え、1990年の5月に私たちはこの教会堂を BJGC の会堂として主に捧げている。その記念のマグカップがありました。となると、まあ今度の5月で34年、34年私たちはこの教会堂を使っているということになります。えー、まあ本当にこう私たちが来る前、私たちが来たのが2001年ですので。 1990年から2001年の間にもここには BJGC が存在してそしてたくさんの人たちがここに集まって神様を礼拝しそしてたくさんの人たちがイエス様を信じ救われ成長していった、えー、そういう歴史がこうあるんだなということを思わされます。しかしか同時にこののの教会は110年以上の、まあ、歴史がある建物なので えー、私たちの教会が購入した1990年よりももっと前から、えー、ここは神の宮教会としていろいろな人たちがここに集っては神を礼拝ししかし国は違うかもしれないし、えー、国民性も違うかもしれない年齢層や、えー、また性質も違うかもしれないしかしここに入ってきてここに礼拝をしていたこの110年間の人たちというのは みんな共通してここにイエス・キリストを礼拝しに来ているということ神様を褒めたたえに来ているということ祈りに来ているということ人は変わってもその同じ思いでここが教会として建て,建てられそして110年以上もこの中で礼拝が続けられているということは本当に大きな祝福だなというふうに思わされます。どれだけの人たちが この礼拝堂で主を礼拝してきたんだろうかとこの今日の御言葉を準備する中で考えさせられましたそしてまた感動を覚えました私たちの教会にとって今この街道は少しずつ小さくなっていますまあ街道のサイズは小さくなっていませんけれども感謝なことに教会が成長してきて今朝の教会は本当にもういっぱいな状態です午後にも礼拝 にはたくさん人が来ていますけれどもまこれからもう少し人数を増やしていこうということうためにはもう少しスペースを作っていかなければならないしかしこの街道のスペースを広げることは難しいのでとりあえず2024年3回の礼拝に朝の礼拝をもう一つ分けていく必要があるのではないか同時にこう街道また新しいもう少し大きな街道をこう祈って探していく必要もあるのではないか 役員会などで多く話し合われています次のステップを具体的に何か講じていかなければならないということで今役員会を中心に祈っていろいろと話し合いが持たれています本当にこの街道はとても老朽化しているのも事実ですそしてこの街道がもうすでに110年以上経っていますが永遠に壊れることなくここに立ち続けるということは 誰もがありえないと思っていると思います、えー、それはこの教会堂だけではありません私たちが今住んでいる家もそうだしまた私たちのこの体もそうだしいやこの地球上すべてが永遠に存在し続けると思っている人は多分いないと思います、えー、私たちのこの地上のものというのは終わりが来ますいつか壊れますいつかなくなります、えー、今日の箇所は 幕屋のことについて書いていますでもここで教えている幕屋というのはえ、ま当時神様を礼拝するために使われていた幕屋と同時に私たちのこの肉の体神を礼拝する肉の体のことも表しています街道とか幕屋神を礼拝するそういう場所この罪ある地上においてイエス・キリストに救われた神の民が主を礼拝して 使える場所象徴的な場所神を礼拝するべき象徴的な場所ですそして私たちのこの肉体も同じです私たち一人一人はイエス・キリストを信じることによって永遠の命が与えられイエス・キリストを信じるときに神様の霊なる神様である聖霊様が私たちの内に入りそして私たちを内側から照らしてくださいます 十二弟子と一緒に歩んだイエス様というのは常に十二弟子と共にいて十二弟子に教え十二弟子と共に祈り十二弟子に導きを与えてくださいましたしかし人の形をとっていたイエス様ですから体の動きには制限がありましたしかし復活されたイエス様は天に昇って行かれてそして聖霊をこの地上に与えてくださったイエスキリストを信仰によって信じる者たちのうちに 聖霊としてイエス様が入ってくださる十二弟子と一緒にフィジカル的にいたイエス様が聖霊という形で今は私たちの内におられます私たちが歩む時にも御言葉を開く時にも祈る時にも内に住んでおられるイエス様が私たちを導き語ってくださるこれが聖霊様の役割ですということは私たちのこの体は聖霊の宮である聖書にそう書かれています イエス・スキリストを信じて与えられた精霊がが住んでいる宮これが私たたちの体たとえ私たちが罪があってもこの地上で限りある人生であっても弱いこの肉体であってもこの中に神様の性質であられる精霊様が住んでくださっているそれが私たちのこの肉体精霊の宮ということです。今日のの聖書箇所 第二コリントの五章の一節をもう一度お読みしますたとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても私たちには天に神がくださる建物人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っていますこの教会堂礼拝堂そして旧約時代そして新約時代で言うならば幕屋であり会堂。 こういうものはいつかこう壊れてしまいます私たちの体もいつか終わる時が来ます神を礼拝するこの体も神を礼拝するこの街道もいつか壊れる時が来ますしかし人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています私たちはこう体はこの限りある教会堂の中に来てそしては 精霊様は限りある私たちのこの体のこ体中に住んでおられますしかしこの礼拝する対象である神様であり私たちのうちに住まれる精霊様は終わりがありません壊れる時がありません永遠に続くものですそしてその永遠に続く神様を永遠に続く精霊様に導かれてイエス・スキリストを通ししてて私たちは礼拝していますですからこの街道がたとえ壊れても私たちのこの体が地上で衰えたとしても 私たちは永遠に続く神様への道を歩み続けていて私たちのこの礼拝している信仰というのは同時に天においても神の子供として神様の天の御国の中で私たちは共に礼拝をしているということになります。ですから今日の聖書箇所にあるように私たちのこの教会堂をそして私たちの体を本当の霊的な永遠に変わらない神の宮が覆っているということを 私たちは覚えることができます。四節。確かにこの幕屋のうちにいる間、私たちは重荷を負って呻いています。それはこの幕屋を脱ぎたいからではありません。死ぬはずのものが命によって飲み込まれるために。天からの住まいを上に来たいからです。 そうなるのにふさわしく私たちを整えてくださったのは神です神はその保証として御霊をくださいました、えー、私たちはこの地上にいる間この幕屋に礼拝にしに来ていたとしても罪人でありますし限りがあるですからこの地上で私たちは重荷を負って埋めかなければなりません天国のように罪がない場所ではないから この地上にあってはたとえ礼拝する場所であってもいろんな問題がありますしかし私たちはそこを脱ぎ捨てたいもうこんな教会に来たくないもう神様なんかいらないそうではなく苦しみがあったとしてもこの重荷を脱ぎたいとは思わないなぜなら私たちは本来死ななければならないもの永遠の滅びに行かなければならないものが神様によって天から住まいをこう上に来させてくださる私たちが永遠に続く 決して滅びないその神様の衣を着させていただける神様の礼拝堂をいただける永遠に続く場所が与えられているそれがこう私たちの鍵である上にスポッと神様がこう私たちを覆ってくださるんだとそのようにここでパウロは教えていますそうなるのにふさわしく私たちを整えてくださるのが神様なんです。 限りある弱い私たちですけれども神様はその保証として精霊様を与えてくださって私たちを内側から神様の御心が分かるように神様とコミュニケーションが取れるように神様の子供となれるように私たちを作り変えてくださいました私た私ちのこの肉体は滅びますがしかし決して滅びない神様の霊を私たちは与えられる精霊の宮であるということをここでパウロは コリントの教会に対して教えていますそして私たちにも教えてくれています今度の日曜日は教会総会が行われますこの地上の住まいである地上の礼拝堂であるこの地上の教会の中にこう存在している神様が人の手によらない永遠の住まいの中で動いてくださいます私たちの会議は このの地上の罪あるる者たちが集まってすす会議ですしかしその中心にいてくださる揺るがないコアは私たちの主なる永遠に続くイエス様であるということその永遠の住まいの中で私たちは神の家族の会議をしていきます。天の住まいを上に来た,来たいという切望を持って私たちはこの会議に臨む必要がありますそのののために必要なのは精霊様の助けです。 一人一人聖霊様が心に住んで集まってくる教会ですですから私たちはその外側の罪人である私たちではなく聖霊によって促されて神様によって促されて保証が与えられている聖霊様によって神様の御心を求めてこう話し合っていきたいとそのように思います6節でですから私たちはいつも心強いのですただし 肉体を住まいとしている間は私たちは主から離れているということも知っています私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいます私たちはいつでも心強いのですなぜなら御霊が与えられているからですしかしこの肉体の中で生きている私たちは完全ではありません実際的には主から離れています だからこそ、主の方が追っかけてきてくださって、聖霊様を与えられています。だから、私たちは神様の前に信仰によって歩んでいく必要があります。この肉体にし指導,主導されて生きていくのではなく、御霊によって神様によって主導されて生きていく必要があります。信仰によって歩んでいく必要があります。見えるものによらず。 信仰によって歩んでいく私たちの教会でありたいと思います世の中は目まぐるしくいろいろなことが変わっていきますし様々な問題もありますそれは教会の中も例外ではありません罪人である私たちがこの罪のある世の中に置かれている教会ですから罪の影響を全く受けないそういう教会はこの地上に存在しませんしかし教会に集まっている私たち一人一人の中に 住まれている聖霊様は完全ですそして永遠ですこのお方に主導を取っていただいて私たちは日々信仰によって勝利して歩んでいきたいと思います私たちが願うのは天の住まいを望んでいくことですこの地上はいつか滅びるこの地上のものに私たちが右往左往するのではなく天の御国に入る私たちが神の民としてキリストの共同体としてどうやって歩んでいったらいいのか 神様から知恵をもらいながら祈りながら御霊に導かれて信仰によって歩んでいきたいとそのように願わされます私たちは神様に信頼し共に今週も歩んできたそしてこれからも歩んでいきたいと願いますお祈りを捧げます恵み深い天の父なる神様私たちは天の住まいを望んで歩みますこの地上で いろいろなものが私たちの心を惑わします人間関係また経済的な安定肉体の健康家族の祝福神様そういうものが悪いわけではありませんしかしそういうものもこの地上で終わりです永遠に続くものではありませんですから私たちは永遠に続くイエスキリストを信じ永遠に続く聖霊様をいただいていますから 神様この御霊に導かれて天の御国を天の住まいを望んで歩む一人一人であるように助けてください日々毎日毎日私たちの心を天の住まいを望まないこの地上のものを望むそういう誘惑がありますしかしそんな時こそ精霊様が私たちのうちで働いてくださって私たちが信仰によって歩んでいくことができるようにこの世のものに目を染めるのではなく 私たちの信仰の創始者であり完成者である主イエスから目を離さないようにどうか私たちの魂を導いてくださいますようにお願いいたしますそして私たちをこの地上で罪ある中から見つけ出してくださり救い出してくださり永遠の命を与えてくださり聖霊様を私たちの内に住まわせてくださっているあなたを心から褒め称えます私たちは選ばれるに,るに値しない罪ある者でしたけれどもしかし一方的にあなたが 私の目には、あなたは高価でたっとい、私はあなたを愛していると言って、私たちを選び出してくださり、精霊の宮として選んでくださったことを感謝します。私たちがこの特権を十分に生かして、天の住まいを望んで、信仰によって歩んでいくものであるように、私自身が、そしてこの教会が、そのように歩んでいけるように導いてください。共に祈っていく時を持ちましょう。 thank you